17日以降がですね、この寒気の広範囲の南下に伴いまして、えー、日本列島、日本海側を中心に、全国的に北海道から東北地方、北陸地方、近畿地方北部、中国地方、そして九州地方に至るまで、広範囲に降雪の予報が発表されているに至りました。気象庁の週間天気予報の解説資料をご覧いただきましょう。 昨日14日のですね、午前10時に発表された解説資料によりますと、この防災事故の欄ですね、えまさに私が今申し上げたとおり、17日から18日頃にかけて、発達する低気圧や冬型の気圧配置の強まりにより、日本付近は荒れた天気となり、北日本や東日本、日本海側を中心に大荒れや大しけの恐れがある、降雪量が多くなるところがあり、 西日本でも標高の高いところを中心に積雪となるところがある見込み。そして、また20日から21日頃にかけても冬型の気圧配置が強まり荒れた天気となるところがある。日本付近に強い寒気が流れ込み、降雪量が多くなる恐れもある。 今後の予想に留意という説明書きが記されております。まさに魔の17日以降、警戒が強まっていることを表す、えー、記述であるということがお分かりいただけるなこかと思ります。降雪速報。公設速報の時間がやってまいりました。2023年12月の15日、金曜日、朝5時33分55秒現在の 今後の降雪予報及び寒気の南下及び積雪の深さに関する最新情報を速報で お伝えしてまいります、えー。まずご覧いただきたいのは、気象庁の週間天気予報。本日15日、朝5時に発表されたばかりの最新情報を速報でお伝えします。本日15日の金曜日、降雪のエリア、大島、檜山地方の太平洋側、青森県と岩手県、えー、秋田県の内陸部と山形県の北部が白色でプロットされた降雪のエリアが発表されております。明日16日の土曜日、 全国的に雨模様の予報となっておりますが、北海道地方は南部を除き、ほぼおすべてのエリアで降雪の予報が発表されております。札幌、曇り後雪。旭川、曇り後雪。この青色でプロットされている部分なんですけれども、函館は曇り後雨か雪。青森は曇り後雨となっております。 秋田県なんですけれども、雨で暴風を伴う予報が発表されております。そして問題となります。ここ連日ですね、お伝えさせていただいているんですけれども、17日の日曜日、この17日以降がですね、この寒気の広範囲の南下によって伴いまして、えー、日本列島、日本海側を中心に全国的に北海道から東北地方、 北陸地方、近畿地方北部、中国地方、そして九州地方に至るまで、広範囲に降雪の予報が発表。 されているに至りました。それでは17日の日曜日から見てまいりましょう。17日の日曜日ですね。えー、えー、と、九州地方の北部なんですが、えー、この降雪の予報が発表されたり、えー、されなかったりと予報がめまぐるしく、コロコロと変わるんですけれども。本日の最新情報では九州地方の北部。 17日の日曜日に降雪の予報が発表されております。佐賀県、曇り一時、雪か雨。福岡県、曇り一時、雪か雨。山口県、曇り一時、雪か雨。広島県北部、曇り時々、雪か雨。島根県、曇り時々、雪か雨。岡山県北部、曇り時々、雪か雨。鳥取県、曇り時々、雪か雨。 兵庫県北部、曇り時々雪か雨。京都府北部、曇り時々雪か雨。滋賀県北部、曇り時々雪か雨。福井県、曇り時々雪か雨。岐阜県北部、飛騨地方高山、曇り時々雪か雨。石川県金沢、曇り時々雪か雨。富山県、曇り時々雪か雨。中央高知、長野県北部、曇り時々雪か雨。関東地方北部。 群馬県の北部のみな曇り時々雪か雨、東北地方、福島県の会津若松、曇り時々雪か雨、北陸地方、新潟県、曇り時々雪か雨、東北地方、山形県、山形、曇り時々雪、宮城県西部、曇り時々雪か雨、岩手県の内陸、盛岡、曇り一時雪か雨、秋田県、曇り時々雪、青森県三八上北、八戸、曇り一時,雪か,り時雪か雨、青森県津軽下北、 曇り時々雪、えー、北海道に入りまして、大、えー、島、檜山地方、函館、曇り一時雪、胆振、日高地方、室蘭、曇り一時雪、石狩地、空知、尻部市地方、札幌、曇り時々雪、上川、留萌地方、旭川、曇り時々雪、宗谷地方、稚内、曇り時々雪、網走、北見、門別地方、網走、曇り時々雪となっております。まさに、魔の17日以降、 このような状況を、つまり日本海側を中心に日本列島、全国、都市、裏々とは言いませんが、北海道から東北地方、北陸地方、近畿地方北部、中国地方、そして九州地方の北部に至るまで、広範囲に降雪の予報が発表され続けます。18日の月曜日、九州地方の北部は降雪の予報は発表されておりませんが、 北海道から東北地方、北陸地方、近畿地方北部、中国地方に至るまで広範囲に降雪の予報が発表されております。続きまして19日の火曜日ですね、やはりこの降雪の予報エリアが一旦狭まります。 ただ、新潟県なんですがこの青色でプロットされておりまして傘マークがついておりますが雨ではなくて曇り一時雨か雪の予報が発表されております。それにしてもですね降雪のエリアが一旦狭まるのは19日の火曜日、北海道の日本海側と東北地方の日本海側を中心に降雪の予報が発表されております。白色ででプロットされているエリアは岐阜県の北部日田地方ですね えー、高山が曇り一時、雪か雨となっておりますそしてまたですね、この降雪のエリアが増えてくる、えー、広がってくるのが二0日の水曜日となります二0日の水曜日、えー、北海道、東北地方、北陸地方、近畿地方、北部中国地方と九州地方の南部まで主ですね、えー、降雪のエリアが広範囲にわたって で予報されております。えー、鹿児島、えー、九州地方南部鹿児島県曇り一時雪か雨の予報が発表されております。そして21日の木曜日ですね。やはり宮崎県を除いた九州地方全域降雪の予報が発表されております。鹿児島県鹿児島曇り一時雪 長崎、曇り一時雪。熊本県、曇り一時雪。佐賀県、えー、曇り一時雪。大分県、曇り一時雪。福岡、曇り一時雪の予報が発表されております。21日はですね、この寒気のなんか、あつまり、えー このマイナス6度の寒気がですね、広範囲に南下をいたしまして、日本列島をほぼ沖縄地方を除いて、すっぽりと全体的に覆い隠すように包み込んで、流れ込んでいきます。 このマイナス6度の上空1500メートル付近の気温というのは平地でも雪を降る目安とされております。十分にご注意をいただきたいと思います。積雪の深さを見てまいりましょう。本日15日金曜日の朝10時までの予想も含みます。 やはり日本海側を中心に降雪量を、つまり積雪の深さが増していく予報となっております。北海道地方から東北地方、北陸地方にかけてですね、広範囲に積雪の深さが増していく、この画像を見ていきますと、やはり注意すべきはですね、北海道の日本海側の留萌地方、このオレンジ色でプロットされたエリア、 1>, 1メートルから1メートル50センチもの積雪の深さが描かれております。1メートル以上の積雪の深さが描かれているのはですね、えっ、ー、と岩手県と秋田県の県境のあたりもそうですね。このオレンジ色。あともう一箇所あっ。 たんですが新潟の山間部ですね、内陸部、1メートル以上のオレンジ色の画像が描かれております。それとですね、福井県のあたりもですね、1メートル以上の積雪の深さを示す画像がプロットされております。 週間関係予想、先ほどもご覧いただきましたが、本日15日から見ていきますと、ですねやはりこの17日以降、ですね日本列島、広範囲に九州地方まで降雪の予報が発表されております、17日の午前9時の予想。 上空1500メートル付近、マイナス6度の寒気、平地でも雪を降らせる目安とされているんですが関東地方と東海地方の太平洋側の一部を除いて、えー、日本列島を全国的にすっぽりと包み込むように流れ込んできている画像をご確認いただけておりますでしょうか。でこのの寒気の南下がです、ね、18日頃になると 一旦北上上して上がりますそれでも東北地方と北陸地方、北海道はかかっているんですけれども、この18日にですね、一旦この降雪のエリアが19日か、18日から19日にかけて、この寒気が北上していくことによってですね、一旦この降雪のエリアが狭まるんですが、20日以降、 また、広範囲に降雪予報がですね、えー、発表されているのは、この寒気の南下がですね、えー、再び広範囲に流れ込んでくるからあという理由になります、えー。ですから、17日以降、まさに魔の17日以降は十分な 注意のもと最新情報をこまめにチェックなさっていただければと思います。警戒が強まっております。えー、以上の点を踏まえながらですね、えー、ウィンディーのまずはアイコンモードからあ降雪のエリア、えー、予想を見てまいりましょう。ドイツ気象局、ドイチャーウェターデンツの気象モデルをベースとします。アイコンモードになります。えー、とこの黄緑色でプロットされたエリアがですね、雪混じるの雨、えー、白が雪を表しております。 17日以降ですね、ご覧のように降雪のエリアが広範囲に日本海側を中心に北から南まで予報をされております。続きまして、世界最高クラスの予報制度を持つといわれるヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースします。ECMWF モードでもご覧いただきたいと思います。 えー、ウィンディーの3つ目、えー、と、アメリカ海洋大気庁 n o a が提供する、アメリカ国立環境予測センター NCEP 全球数値予報システムの大気循環の気象モデル、グローバルフォーキャストシステム GFS モードによります降雪の予想もご覧いただきたいと思います。えー、白色でプロットされているエリアが降雪の予想地帯となります。えー、17日、 広範囲に降雪の予報がですね北から南まで予想をされておりましてこの後もですね17日以降はやはり広範囲に降雪の予報というのが非常に厳しい状態であるというような最新情報になっております。 えーと視聴者様からですね、多くの視聴者様からご指摘がありましたように、この拡大をあまりしないでくれということで、私は見やすいようにです、ね、編集の画面でですね、えー、この拡大をちょっと繰り返しているんですが、えーまあ、今後はですね、えーまあ、その視聴者様ご自身がそのスマホとかで見る場合に、 えとピンチイン、ピンチアウトとかを使用されて、ご自分で拡大されているということなので、なるべくですね控えるようにいたします。まあ、いずれにしましても、17日以降、ですね危機的な状況、大わりとなる天気が予報されておりますので、今後の最新情報、こまめチェックをなさっていただければと思います私からは以上となります。